立憲民政党は日本の昭和時代初期の政党である。略称は民政党。立憲政友会と並ぶ二大政党の一つとして帝国議会を2分した。1927年6月1日に憲政会と政友本党が合併して成立した。当名は政友本党出身者の松田源治の発案に対し憲政会出身者の中野聖合が 即座に賛成したことで採用された経緯を持つ。浜口内閣と第二次若月内閣を組織して立憲声優会と立憲民政党の二大政党を誕生させたが1940年8月15日に新体制運動を推進して体制翼3会へ合流した。党幹部として重要であった総務委員についてライバルの声優会では総裁の任命で独裁 ただし、その面々に権限が集中する傾向があった。政策としては、皇室中心主義を唱えていた立憲政友会に対し、議会中心主義の理念を標榜した。政策立案や、広報の責任者だった中野が、立憲民政党は、強力なる議会中心政治を行わんとするものであると宣し、公領にも議会中心政治を徹底せしむべしと盛り込まれた。さらに、 資本と労働の平等、国際的な原則に基づく、世界平和、教育の機会均等、行政改革も掲げている。1928年に発表した7大政策では労働者や農民を意識した社会政策の実施のほか、電力の国家統制、緊縮財政、行政改造を挙げた。また、自由と、進歩を、党の基本理念として掲げる、リベラルな政党だった。 1925年から1932年の短い間において立憲政友会と共にに大政党制を形成する。大日本帝国憲法の下では大名効果によって首相が決められていた。天皇が言動の助言に基づき首相候補者に組閣を命じるというもので、第二次加藤公明内閣から犬会内閣までは立憲民政党。 立憲政友会のどちらかの総裁に対名が降下しており、この二大政党が互いに政権を担い合いながら政策を競合させるという形でのものだった。立憲民政党は立憲政友会との対抗を通じてに大政党制への意識を高め、その確立を掲げていた。支持基盤としては地主などが支持基盤の政友会に対し、 都市中感層などが主な支持基盤であった。一方で、三菱財閥と密接な関係を持ち、三菱は民政党の政治資金面での主要スポンサーとなった。以下、公領の内容である。国民の総意を帝国議会に反映し天皇統治の元議会中心政治を徹底せしむべし。国家の成長によりで生産を旺盛にし、分配を公正にし、 社会不安の過婚を参上すべし。国際正義を国交の上に貫徹し、人種平等資源公開の原則を拡充すべし。品性を投与し、独創自発の個性を開き学習の機会を均等にして進んで教育の実際化を期すべし。立法、行政及び地方自治に慎重せる時代錯誤の老朽を打破してもって信仰の機運に順応すべき。 改造の実現を期すべし、1927年、声優会の田中義一内閣に対抗する形で、前政権の与党であった、県政会と内部対立から、声優会を離党した、常並武次郎らによる、声優本党が合併して成立。同年6月1日、東京、上野西洋県にて、決闘式が開かれ、浜口祐子を総裁とし、若槻玲次郎。 常コ武次郎山本達夫、竹富トミを投固門、桜内幸夫、幹事長、足立健三町田忠治、小泉又次郎、斉藤高尾ら10名を総務とした。1928年2月20日に行われた第16回衆議院議員総選挙では、田中内閣の内相、鈴木喜三郎から民政党が掲げる議会中心主義は、 憲法違反であるとの誹謗と選挙干渉を受けるも、政友会にわずか1議席差にまで迫る216議席を獲得して政府を追い込んだ。それに対して、与党、政友会は、床並ら旧政友本党出身者に対して副党工作を行って、床並ら30名余りの離党者を出すことに成功する。また、浜口に代わって、大熊新常を新総裁に擁立しようとした。 小寺健吉が除名される騒ぎも起きた。だが、同年6月4日に発生した、超作林爆殺事件のために、田中内閣が内閣総辞職に至ると、元老、西恩寺金持ちは、現状の声優会の政策の是非を問うていないことが、政権崩壊の原因となったと考えて、野党第一党の民政党に政権を交代させた、上で国民の信を問う方針を固めると、 昭和天皇に浜口祐子を次期首相として推薦した。こうして1929年7月2日に田中内閣は総辞職し浜口内閣が成立する。浜口は近海金解禁を断行した上で後期粛清と軍縮実現を掲げ1930年に第17回衆議院議員総選挙を行った。 その結果、過半数を占める絶対多数の273議席を獲得した。ところが、ロンドン海軍軍縮条約における、東水県甲板問題をきっかけに、同年11月14日に、浜口は東京駅において右翼によって狙撃された。浜口の回復が思わしくないということで、1931年4月4日に、若月霊次郎が総裁に就任して、第2次、 若月内閣が発足した。なお、浜口は同年8月26日に死亡する。ところが同年9月18日には満州事変が勃発、同じ頃にアメリカが発生した世界恐慌が日本経済にも深刻な影響を与えるようになった。そこで内務大臣であった足立健造は声優会に復党していた常並武次郎らと組んで、 巨国一致内閣を提唱するが、これが閣内分裂を招いたため、同年12月13日に若月内閣は倒れ、犬飼内閣が成立する。1932年12月22日、足立とその支持者は民政党から脱党して、新政党、国民同盟を決闘した。この影響で、同年の第18回衆議院議員総選挙では決闘以来、 最大の惨敗を喫した上に、選挙中の同年2月に発生した、決明団事件で、次期総裁の最有力候補だった前、大倉大臣の井上淳之介が暗殺されてしまう。ところが、1932年5月15日の5.15、事件で、声優会の犬上武史首相が暗殺されると、政党政治は終焉して、軍人主犯の中間内閣の時代に入る。 この中間内閣には、民政党から二人ずつの閣僚、長井祐太郎、岡田内閣、町田忠春、松田源次が入閣した。だが、軍部の発言力の増大に比例するかのように、政党の存在感は低下していくようになる。そこで1933年、町田忠春が主催して、シンクタンクである政務調査官を発足させ、その一方で、 宇垣一世戻り区軍大臣を要して、声優会との連携を図った。ところが、犬会の死後に、声優会総裁になったのは、以前の選挙の際に、民政党を意見と発言した、鈴木木三郎であったことから民政党内部に反発が生じ、加えて、鈴木も、中間内閣そのものを否定して、野党路線を選択したことから失敗に終わった。加えて、若月総裁が、 帝国議会で軍備拡張を批判して、骸骨が大砲を引くと発言したことが、軍部や右翼の攻撃を招き、1934年7月に若月は総裁辞任に追い込まれた。あまりの突然の総裁辞任に、町田忠春が総務会長に就任して、暫定的に党務を行い後継総裁の選出を行おうとするものの、結論に足らず結局町田がそのまま総裁に、 就任することになった。1936年2月26日から、発生した2.26事件後の広田内閣委員後も、林内閣を除いて、閣僚、田野もぎ啓吉、第1次、近衛内閣、長井祐太郎、平沼内閣、桜内幸夫、安倍内閣、長井祐太郎、与内内閣、桜内幸夫、勝正則、第2次、近衛内閣、小川剛太郎を入閣させ、 またライバルである、声優会の分裂騒動も、追い風となって、衆議院の議席数でも第一党を維持してきたが、軍部の対等の前に、その発言力が低下していった。その頃、党内には二つの流れが存在した。一つは2.26事件直後のいわゆる、祝軍演説に代表される、斉藤隆夫の軍部と対決してでも当然である、議会政治を擁護しようとする立場と、もう一つは、 町田の下で幹事長を務めていた長井隆太郎に代表される軍部や革新官僚と結んで政治の主導権を確保することを優先すべきだとする立場である。長井は反政党の立場を取る林内閣に対して一方的支持を決定したが、声優会や党内部からも強い非難を浴びた。だが、日中戦争開始直後から当時入閣していた長井とそのグループを支持する政府。 軍部の動きが逆になり国家総動員法の審議では当初は反対論を唱えながら最終的には賛成に回るなど新軍職を強めていった。そして1940年2月斉藤隆夫のいわゆる反軍演説問題の際に民政党が自分の党の重鎮である斉藤の衆議院除名に賛成したことによって党の保身のために 軍部の圧力に屈して、自党議員を見捨てたとして、内外の侵入を失って内部から崩壊を始め、ついで第二次、この絵内閣で、この絵文丸首相自らの新党が盛り上がると、同年7月25日に長いグループ35名は、新党への合流を主張して離党する。一方、町田総裁ら主流派は、久原ふ之助、鳩山一郎ら声優界政党派との合同を画策し、 これに失敗すると、今度は、このえない核と軍部の政策を事実上全追認する投稿料を出して、回答だけは防ごうとするが、同年8月15日に回答し、体制翼3回に合流した。その後、旧民政党議員は、多くが体制翼3回系の党派の主軸を占めて、戦時議会の主流を占める。戦後、彼らの多くは、 町田を総裁に要して日本進歩党を決闘するが、回答までの経緯とその後の戦時議会における戦争協力から GHQ より戦争協力者とみなされ、町田総裁以下民政党以来のほとんどの所属議員が公職追放を受けることとなり、追放を免れた斎藤高浦ごく一部の議員を除いてその多くが政治生命を断たれるに至った。退任後、 町田忠春総務会長が、総裁外交、ありがとうございます。